皆さんこんばんは。今ね、夜の11時23分なんですけれども、畑の方にね今います。で、真っ暗でね全然わかんないと思うんですけれども、とりあえずね、こうでもしないとね話ができないんですよ。昼間ね人がいるから話がねできないんです。ここはね人がいるから、だからちょっと夜にね話をしてみたいと思うんですけれども、とりあえずね、精米所からもらってきた米ぬかをですね今このような形で、巻きました。それで、まあ、雑草がね生えちゃってるんですよ。だからまあこの雑草もね緑肥としてすき込むために今ねこのような形でね、ちょっと分かりにくいとは思うんですけども、これでクワ、ね、この万能って呼ばれるね、ちょっと万能って言えば万能だったかな、うん、確かそれで合ってると思うんですけども、こういうねクワで土をね同時に米ぬかを撒いたところを同時に耕しているということなんですよね。で、今ここに生えてるね、この雑草。わかりますかね、この雑草。ちょっとなんだろう、これ影になっちゃってるな。ちょっとね、スマホがこれ影になっちゃってますよ。これ見えないですね。まあ、とりあえず、この雑草はね、結構厄介で、地下にね太い、根を持つ雑草ですので、まあ緑肥としてね使う場合にもとりあえず、まあ早めにね、すき込まないといけないというわけなんですよね。まあ緑肥と言いますけれども、まあ大したね栄養にはならないと思うんですけれども、とりあえずはこの米ぬかとねこの雑草をすき込んで、5月頃からのですね、まあ、種まきの準備をしようかなと思ってるんですけれども、やっぱね久しぶりの農作業でね腰が痛くなっちゃいましたよ。やっぱ無理するとね腰痛くなっちゃうんですよね。だから腰がね痛くならないようにする農作業が正しいね農作業だと思うんですよね。で、とりあえずまあさつまいものね残さ、まあ前の年かな、前の年はさつまいもをここで作ったので、まだね開墾して、1年ぐらいですのでさつまいもを作ったんですけれども、残さねさつまいもの残り、まあ、こんな感じでですね残っちゃいました。やっぱりね、このさつまいものつるっていうのはね、なかなか分解しないですね、これね。だから、なかなか分解しないのものはどうするか、ということで、まあ、本当はね、燃やすのが一番いいんですけれども、まあ、ここはね、ちょっと燃やしちゃいけないところですので、まあ、燃やせないということでね、とりあえずどうしようかなと思って、結局ね、さつまいもとかを作って、こう、つるが発してるじゃないですか。このつるはね、土の中にあった栄養を吸って、つるになってるわけなんですよね。だから、まあ、これをね、この、まあ、燃やしてもいいですけれども、まあ、ちゃんとすき込んでね、元に戻してあげないと、土からね、一方的に、養分がね、奪われてしまう結果になりますので、まあこれをね、まあ、クワでね、まあ細かく砕いて、それで、すき込んで、いきたいと思います。まあとりあえずね、もうだいぶ3月、下旬にぐらいですので、だいぶね、もう風もあったかいですよ。今実際ね、上着っていうか、ジャケットみたいなの着てない状態で、シャツね、
シャツの状態で、農作業やってるんですけれども、まあ、風がね、あったかいんですよね。南風でね。だから、もうこれからはね、本格的な農作業の時期になると思います。ということで、今日はね、夜の畑から、何の作業をしているかというね、話をね、してみました。以上です。